CA ロサリオセントラル。CA ロサリオセントラルはアルゼンチンサンタフェ州ロサリオを本拠地とするサッカークラブである。スーペルリーガアルヘンティーナに所属する。首都ブエノスアイレスとブエノスアイレス州大ブエノスアイレス都市圏以外に本拠地を置くクラブとしてはアルゼンチンで最も成功を収めているクラブの一つである。プリメーラディビジオン一部で4度優勝しており、 直近の優勝は1986から87シーズンである。さらに、1995年には、コパコンメボル、コパスダメリカーナの前身となった大会でも優勝した。アルゼンチン最古のサッカークラブの一つであり、公式には1889年に設立された。クラブ名称は、イギリス人が所有する、セントラルアルゼンチン鉄道会社にちなんでいる。 同じロサリオに本拠地を置くニューウェルズ・オールド・ボーイズとの試合はクラシコ、ロサリーのロサリオ・ダービーと呼ばれ、非常に白熱した試合になる。ホームスタジアムは、エスタディオ・ヒガンテ・レアロシーと、エスタディオ・ドクター・リサンドロ・デラ・トーレであり、ロサリオ市で最も大きなスタジアムである。百八十九年十二月十四日、セントラル・ワルゼンチン鉄道のイギリス人、労働者たちによって、 セントラルアージェンティンレールウェイアスレティッククラブとして設立された。1904年、セントラルアルゼンチン鉄道とブエノスアイレス鉄道が統合され、クラブの名称が現在のクルブアトレティコ、ロサリオセントラルに変更された。当初のユニフォームカラーは赤と白だったが、その後青と白の格子模様を経て、現在の青と黄色の縦縞に落ち着いた。1905年、 ロサリオ市のクラブらによって、ロサリオサッカーリーグが設立され、ロサリオ市のサンティアゴ・ピナスコ市長がトロフィーを寄贈したため、初回大会はコパ・サンティアゴ・ピナスコと名付けられた。5月21日に行われた CA デル・ロサリオとの初戦には3から1で勝利し、6月に行われたノッティンガム・フォレスト FC、イングランドとの全試合には0から5で敗れた。1908年には、 初のリーグ優勝を果たし、1913年にはリーグから脱退したが、1914年に復帰すると20試合を戦って19勝1分、99得点10、失点の圧倒的な成績を残し、51得点を挙げたハリー・ハジェスが得点王に輝いた。1915年と1916年にも優勝して3連覇を達成。1919 19年の優勝が、 最後のタイトルとなり、1920年に再びリーグを脱退した。脱退するや、いなやアマチュア協会に加わったが、結局アマチュア協会に意見をことにした、セントラルなどのクラブは、1921年に再び、ロサリオサッカーリーグに復帰した。1923年、1927年、1928年、1930年にリーグ優勝し、 ロサリオサッカーリーグの最多優勝クラブとなった。1 9十五年には、ブエノスアイレスとロサリオの各リーグ優勝クラブによって争われるコパイバルグレンに出場し、ブエノスアイレス王者のラシンクラブを三から一で破って優勝した。同年のコパデオノールムにしっぱり投げブエノスアイレスでは、CA インデペンディエンテを一のゼロで破って優勝し、コパデコンペテンシアジョッキークラブでは再び、 ラシンを破って、優した。1920年のコパでコンペテンシアでは、CA アルマグロを破って優勝した。1931年、アルゼンチンでは、プロリーグ化が行われ、ロサリオでは、初のプロリーグを組織するためにロサリオサッカー協会が、設立された。サンタフェ州知事のルシアーノ・モリーナスにちなみ、コパ・ナカシオ・ビラは、トルネオ・コベルナドール・オルルシアーノ・モリーナスという名称に、 変更された。セントラルは1937年と1938年にリーグ優勝した。1939年、セントラルとライバルのニューウェルズ・オールド・ボーイズはアルゼンチンサッカー協会に対してリーグ加盟の承認を求め、両、クラブともプリメーラ・ディビシオン一部に受け入れれた。1941年のセントラルは20試合を 戦って6勝しか挙げられず、プリメーラ B、当時に武装等に降格したが、プリメーラ B で過ごしたのはわずか1シーズンであり、1942年には25勝4敗の成績でプリメーラディビシオン昇格を果たした。1950年には再びプリメーラ B 降格となったが、前回同様に降格から1年で昇格を果たした。 アンヘル・ラブルナ監督が率いたナシオナル1971では、プレイオフに出場し、準決勝では、アルド・ポイが、ダイビングヘッドで決勝点を決めて、ニューウェルズを破った。この得点は今日でもサポーターに記憶されており、12月19日には、ポイが参加する祝賀行事が行われることもある。プレイオフ決勝では、CA3、ロレンソ・デ・アルマグロを破り、 初のプリメーラディビシオン優勝を果たした。2年後のナシオナル1973では、カルロス・グリグオル監督が指揮して2度目のリーグ優勝を果たした。この時のチームの主力選手にはポイ、カルロス・アイマール、ホルヘ・ソラーリなどがおり、カルロス・ビアスット、ホルヘ・ゴンサーレス、アウレリオ・パスクティーニ、ダニエル・キリエール、マリオ・キリエール、アイマール、エドアルド・ソラーリ、ポイ、ラモン・ボベダ。 ロベルト・カブラル、ダニエル・アリコがレギュラーを務めた。1974年には、インスティトート AC コルドバから、ストライカーのマリオ・ケンペスを獲得し、ケンペスは、バレンシア CF、スペインに移籍後の 1978FIFA ワールドカップで、得点王に輝く活躍を見せた。1970年代半ば以降は7年間無冠が続いたが、 アンヘール・トリオソフ監督が指揮したナショナル1980で久々の優勝を飾った。この時のセントラルはピッチ上で優雅なプレーを見せ、ラシンフォニカ、オーケストラのシンフォニーと呼ばれた。ラシンでコルドバと対戦した決勝では、ファーストレグで5から0と解消し、セカンドレグに0から2と敗れたものの、得失点差でリーグ優勝を決めた。ダニエル・カルネバーディ、 フワン・カルロス・ギエルメッティ、エドガルド・バウサ、オスカル・クライジャ・チッチ、ホル・ヘガルシア、ホセ・ガイタン、ダニエル・スペランディオ、エドガルド・バカス、フェリックス・オルテ、ビクトル・マルチェッティ、ダニエル・テグリアがレギュラーだった。その後何年かは、低調なシーズンが続き、1984年にプリメーラビー降格となったが、 ペドロ・マルチェッタ監督が再敗を振るったチームはわずか1年でプリメーラ・ディビシオン復帰を果たした。祖父監督が再び指揮を取った1986から87シーズンには4度目のリーグ優勝を果たした。この時のチームのレギュラーはアレハンドロ・ラナーリ、エルナンディアス、ホルヘ・バルビス、バウサ、ペデル・ネーラ、オマール・パルマ、アデル・キコル・ナグリア、ロベルト・ガスペリーに、 オスバルド・エスクデロ、フェルナンド・ランシデー、ウーゴが上位だった。1990年代最初の数年間は国内リーグで低調な成績に終わったが、1995年のコパコンメボルで優勝を果たした。今日においても、この年のコパコンメボルはサンタフェ州のクラブが獲得したただの国際タイトルである。アトレチコ・ミネーロ、ブラジル戦ではアウェーでのファーストレグにからで、 敗れたが、ホームでのセカンドレグに4から0で勝利し、PK 戦に4から3で勝利したロサリオが勝ち上がった。1997年11月23日のロサリオダービーには4から0で勝利したが、ニューウェルズはその試合の後半途中に試合を放棄したため、毎年11月23日はジアデル・アバンドの逃亡者の記念日とされ、セントラルのサポーターがお祝いをしている。 2000年代後半には成績が低迷し、2009から10シーズン後に行われた小広角プレイフでは CA オールボーイズと対戦したが、2試合合計1から4で敗れてプリメーラビーナシオナル2部に降格した。この際、オラシオ・ウサンディサーガ会長の経営手腕が疑問視され、サポーターから殺害予告を受けたため、ウンディサーガはスペインに逃避した。その後、 会長選挙が行われて、ノルベルトエスペシアーレが新会長に就任した。2012から13シーズン開幕時点で、コパリベルタドーレスには10度出場しており、ボカジュニアーズ、CA リーベルプレート、CA インデペンディエンテ、CA3、ロレンソであるマグロに次いでアルゼンチン5位、対、エステリアンテスで、ラプラタヤ CA、ベレスサルスフィエルドと同数の出場回数を誇る。 最も一般的に使用される愛称は、ラスコならず、ロスカナージャス、ならずものである。1920年代、ニューウェルズと共に難病患者を迎えてのチャリティーマッチを企画したが、あらぬ5回から試合をキャンセルしたため、ニューウェルズのファンにこう呼ばれたのが始まりである。本来ならば、別称として使用される単語であるが、クラブもマスコミも堂々と使用している。この出来事以来、 ニューウェルズはレプラスス、レプロソス、ハンセン病患者というニックネームで呼ばれている。1928年、セントラルのサポーターが、ライバルの CA ベルグラーノのスタジアム近くで布地を燃やし、その際に、ならずもの、ならずもの、と呼ばれたのが始まりであるとする説もある。2007年1月に、アメリカのニュージャージー州で行われた。 記者会見で、ロサリオ出身のロベルト・フォンタナ・ローサは、愛称のスペル変更を行った。彼によれば、ロサリオ出身の人々はスペイン語の、こならずという単語を使用しないということで、新しいスペルは、ケイナイアス、カナヨミはいずれも、カナアジャスとなった。下部組織から優れた選手を多く輩出していることと、アマチュアリーグ時代の優勝回数が多いことがらしいん。 クラブに似ていることなどから、ラシンクラブと同様の LA アカデミア、ラアカデア、学院という愛称も持つ。2008年1月には、イギリスの雑誌、UK フットボールが、世界のスタジアムの熱狂度についてのランキングを発表し、セントラルは14位で、アルゼンチンのクラブ中最高位となった。CA リーベルプレートが20位で、ボカジュニアーズが23位で、 ラシンクラブが48位でセントラルに続いた。アルゼンチンの地方都市では全国的な人気クラブであるボカジュニアーズやベルプレートを応援するサポーターが人口の過半数を占めるとされるがロサリオ市では状況が異なる。1995年にナシオン氏が行った調査によるとロサリオ市においてセントラルのサポーターは45%を占め ニューウェルズのサポーターが30%で続いている。ボカジュニアーズは7%、リーベルプレートは6%にとどまっている。CA チャカリタジュニアーズとは非常に良好な関係を築いており、チャカリータとの試合の際にはサポーター同士がユニフォームを交換したり、スタジアム外でバーベキューをして、親睦を深めいる。アルゼンチンの CA ヒムナシアイエスグリマ・デフフイ、c a さん。 マルティンでマンとも良好な関係である。セントラルサポーターの著名人には、アルベルト・オルメード、コメディアン、俳優、リタラ・サルバヘ、芸術家、リベルタラ・マルケ、歌手、女優などがいる。オスワルド・バジェール、フォンタナ・ローサなどの作家、フィト・パエス、フア・アンカルロス・バグリエット、ホワキン・サビーナなどのミュージシャンもセントラルのサポーターで、 セントラルは労働者階級のチームというクラブカラーのため、ロサリオ出身のチェ・ゲバラ、革命家もセントラルのサポーターだった。またその影響で、キューバのフィデル・カストロ議長の悲劇のチームであると言われている。ゲバラはクラブを代表するアイコンの一人であるため、クラブやサポーターの愛称として、ラスガーロス、ロスゲレーロス、戦士、ゲリラが用いられる。ハビエル・マスチェラーノと、 エセキエル・ラベッシュは、セントラルの入団テストに落ちた過去があり、セントラルでのプレー経験はないが、両選手ともサポーターとして知られている。ラベッシュは、背中に、セントラルのエンブレムのタトゥーを刻んでいる。また、PSG に所属する、アンヘル・ディマリアも小さい頃から、トークラブでプレーをしており、足にタトゥーを入れると、熱狂的なサポーターとして知られ、復帰を夢見てる。 ロサリオ市北東部のリサンドロデラトーレ地区、アロシート地区として知られる、アベシャネーダ大通りとヘノバ通りの交差部にある、エスタディオ悲願手でアロシートを、ホースタジアムとしている。公式には4万1654人を収容する。1978フィーファワールドカップでは、アルゼンチン代表の2次、リーグ3試合すべてが悲願手でアロシートで行われた。 かつてセントラルのアイドル的存在だったマリオ・ケンペスは大声援を受け、特典王に輝く活躍でアルゼンチン代表の優勝に貢献した。ロサリオ・セントラルは多くの映画、書籍、楽曲、演劇に登場し、いくつかの3文にも登場する。ロベルト・フォンタナ・ローサの19で d ィーブレイで1971、1971年12月19日という、 物語、ニューウェルズ・オールド・ボーイズ戦のために、ブエノス・アイレスを訪れた、セントラルサポーターを題材にしている。また毎年この日が訪れてると、ロサリオでは、この時にダイビングヘッドのゴールを決めた、アルド・ポイのゴールと、同じく、ダイビングヘッドにてゴールを決めるということを行っている。2011年8月以来、アルゼンチンの都市銀行であるインヘコンセールが、胸スポンサーとなっている。 2012年7月、ブラジルのスポーツブランドであるオリンピクスとユニフォーム提供の契約を交わし、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。